キャッスル級コルベットは、イギリス海軍のコルベットの緩急第二次世界大戦の勃発に伴う護衛艦のニーズ増大に対応するため、イギリス海軍は、戦前から建造されていた、ブラックスワン級スループやハント級駆逐艦に加えて、まず沿岸護衛艦として、フラワー級、コルベット、ついで紅葉護衛艦として、リバー級フリゲート、 これをもとに急速大量建造に対応したロック級フリゲートと戦時量産に対応した護衛艦の建造を進めてきた。しかし全ての造船台がロック級の建造に対応していたわけではなかったため、これらの造船台を活用して建造できる小型版が開発されることになった。これが本級である。上記の経緯から多くの点でロック級と共通化して設計された。 ただしロック級では、ブロック工法が採用されていたのに対し、本級を建造するような小規模造船所では、この種の新しい工法に不慣れであったことから、本級では在来型の工法が採用された。本級は先行するフラワー級よりも大型で、単行性に優れるものと期待された。主機は、フラワー級と同じ直立型四気筒三段、膨張式レシプロ蒸気機関とされたが、 ボイラーは、スコッチボイラーではなく、ロック級と同じアドミラルティ式三同型水管ボイラーが採用された。排水量は増大したものの、船体長の延長による増破抵抗の低減により、速力はあまり変わらなかった。また、船形拡大によって、重油等裁量も増大しており、航続距離も延伸されている。艦報は、 リバー級と同じ40口径10.2センチメートル炭装砲とされた。またフラワー級では、環境直前の砲座に搭載されていたのに対し、本級では、対戦迫撃砲との位置関係から、選手老パン上に移されている。広角機銃としては、70口径20ミリメートル機銃の連装銃貨と炭装銃貨を2機ずつ搭載するのが標準的であった。対戦兵器は、 ロック級と同構成で、スキット対戦迫撃砲と、爆雷十五発とされた。アリントンキャッスル、アニックキャッスル、アンバリーキャッスル、バンボローキャッスル、バーナードキャッスル、バークレイキャッスル、ケースターキャッスル、カリスブルック、キャッスル、デンビーキャッスル、ダンバートンキャッスル、ファーナム、キャッスル、フリントキャッスル、ギルフォードキャッスル、ハドレイキャッスル、ヘディンガムキャッスル、ヘディンガムキャッスル、ヒーバー。 キャッスル、ハースト、キャッスル、ケニルワース、キャッスル、ネールズバラ、キャッスル、ランカスター、キャッスル、ローンセストン、キャッスル、リーズ、キャッスル、メイデン、キャッスル、モーペス、キャッスル、ノーハム、キャッスル、ナンニー、キャッスル、オーカム、キャッスル、オックスフォード、キャッスル、ペンブローク、キャッスル、ペベンシー、キャッスル、ポーチェスター、キャッスル、レイリー、キャッスル、ライジング、キャッスル、ラッシン、キャッスル、サンドゲート、キャッスル、スカーバラ、キャッスル、シェーボーン、キャッスル、シュルーズベリーキキャャッッスス、スルルタムワー ピンタージルキャッスルワルマーキャッスルウルビジーキャッスルヨークキャッスルありがとうございます。